これが引きこもり作戦ではなく、ノーアルタカは爪を隠す作戦だったら、中国海軍はすごい役者だと言えるだろうが、実際は大根役者なんだろうね、やっぱり。エポックタイムスの記事から、南シナ海などで挑発行為を繰り返している中国軍の空母は今、国際社会の注目の的になっている。このほど空母3艘が母港から出発した直後に動かなくなった様子が衛星で捉えられ、ネットユーザーからは漂流する張り子の虎とその実力を揶揄した。こうした批判を受け、中国国防省の報道官は、中国の空母は家に引きこもっているオタクではない、空母の長距離航行は常態化すると火消しを図った。軍事情報を発信するツイッターアカウント第27部隊軍事雑談は4月29日、本日のリアルタイム衛星写真では、空母3艘は中国海南省三亜市外海の東部に位置している。遠くまで航行していない、昨日の位置とほぼ変わっていないと投稿し、衛星写真を付け加えた。同アカウントの前日の投稿によると、3艘は同日三亜の海軍基地から出港し、南シナ海を通りバシー海峡に向かっている。ネット上では一日中海上でそのまま動かない空母の様子を皮肉る書き込みが集まった。ある中国人ネットユーザーはツイッターで、米軍はまた新しいおもちゃが現れたと思っただろう、各国の海軍がまた様子見に行くんじゃない。このように24時間各国に監視されていては、どうやって台湾を侵攻するのかなどと嘲笑した。中国空母遼寧も4月12日、海南省三亜港から東290キロの外海で1日以上動かなかった。エンジンが故障したのかもしれないなどの憶測が飛び交っていた。このため米海軍と台湾国軍、海上自衛隊は遼寧の様子を確かめるために相次いで艦船を派遣した。中国国防省の呉健報道官は29日の定例記者会見で、突然中国の空母は引きこもりのオタクではないと発言した。中国の空母は張り子の虎であるとの世論を意識したものとみられる。大紀元の軍事コラムニスト陳秋氏は30日の寄稿で、米空母と比べて中国空母の出動回数は少ないし、航行期間も短いと指摘した。それによると2020年4月空母遼寧は母港のチンタオ港を出港してフィリピン海に到着した後、往路に着いた。往復期間は20日だった。今年4月遼寧が再び出港し、沖縄本土と宮古島間や台湾周辺の海域、海南島付近に停泊し、現在チンタオ港に戻っているとみられる。今回の出動も1ヶ月、出港は年に1回、航行期間は1ヶ月未満では引きこもりと言っても過言ではないと陳氏は述べた。空母3艘の出動期間は遼寧と比べてさらに短い。19年12月3艘が中国の2隻目として海南省で就役した。しかしその直後、3艘は中国北部にある大連造船所に戻った。3艘の製造自体が未完成だったのか、または大きな故障が起きたかと憶測が広まっていた。20年9月3艘は大連港を出て、11月には渤海と黄海で海上軍事演習に参加し、12月に海南省に寄港した。長距離の航行はなかった。
1年間のうち6ヶ月間任務を遂行し、残りの6ヶ月間は休養を取るという米軍の空母と比べて中国空母の実力が大幅に遅れていることがわかると陳氏は指摘した。以上が記事の内容。ここからは試験になる。日本を含む多くの先進国が安い人件費を求めて中国を自国の製造工場にするためにこぞって進出した結果、中国は驚異的な経済発展を遂げ、日本を抜き去り米国に次ぐ世界第2位の経済大国となった。その間に CCP は覇権のためのサラミ戦術を着々と進めながら軍拡を続けてきた。ところが習近平が指導者になった途端にサラミ作戦を捨て、正面切って露骨に覇権主義を表すようになった。一帯一路戦略の経済支援と謳い、弱小国に返せない額の借金を負わせ、その方に99年間港湾を使用する権利を奪ったり、突然南シナ海の岩礁を埋め立て、堂々と軍事拠点化はしないといい、ウクライナから放置中のスクラップ同然のワリアグという船体をカジノ船に使うと買い付け時にも軍事利用はしないと明言したが、現在はどちらもご存知の通りだ。そしてついにここに来てパクリ技術だと言われながらも、海軍力においては保有艦艇の総トン数が世界一になってしまった。物量で勝った後は質の向上に向かうことになるのは明らかである。この記事にあるような事象はまさにその過渡期と言っていいだろう。今の CCP を笑いながら放置すれば、やがて質量ともにトップになり手がつけられなくなるに違いない。そのことに気づいて現在動き出しているのがクアッドを代表とする自由主義陣営の対中包囲網の構築である。もはや焦りを見せ始めた習近平率いる CCP の野望は止まらないところまで来ていると言っていいだろう。世界中からの経済制裁で旧ソ連のように内部崩壊させるのが理想ではあるが、すでに CCP の浸透工作は世界中に蔓延してしまっており、トップを粛清しただけではすぐに次の指導者が誕生するだけとなるだろう。ここは軍事的選択肢も容認しながら CCP という組織を徹底的に根絶する以外に根本的な解決とはならない。政府は我が国も自由主義陣営の一員というのであれば、ここは真剣に腹をくくってことに臨まなければならないだろう。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、まあこんな試作空母では牽制は無理だろう。寝たふりなのか死んだふりなのか、爆発しないだけマシだろう。あんまなめん方がいいだろう。まともな
関西機が開発できたら脅威になる。次は電磁カタパルト付きだっけ？これが来たら本番。チャイナ空母の眼下では多国籍の潜水艦が競って魚雷攻撃演習を繰り広げている。知らぬが仏はチャイナだけ。知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。